パズルのピースが埋まっていくような。カムカムエブリバディ。早速、ルイの娘のひなたが、10歳の姿を披露。はちきれんばかりの明るさで躍動していますが、今回は、ひなた役を演じる新津千世さんや、気になる、もう一人の、子役についても、調べてみることに。笑顔の素敵な新津千世さん。2010年5月23日生まれの現在11歳。東京都の出身で、身長116センチ。特技は、タップダンス、歌、英語、クラシックバレエ。日本舞踊、ピアノなんだとか。書道三段、漢字検定5級の資格を持っているそうです。生後間もなく映画に初出演している新津さん。母親の勧めで、2歳の頃に、劇団ひまわりに入ったのがきっかけで、本格的に子役の道に進んでいます。新津千世さんを知ったのは、米津玄師さんの曲、パプリカを歌う、小学生5人の音楽ユニット、風鈴のメンバーとしてでした。第69回と70回の NHK 紅白歌合戦に出場して、2019年の第61回日本レコード大賞を、史上最年少の9歳で受賞したことも、記憶に新しいですね。役者としては、2014年にミュージカル、ミス・サイゴンのタム役でデビューして、2019年には、映画、駅までの道を教えて、で、初主演を果たしています。その他も、NHK 朝の連ドラ、エールにも出演。声優としても、アナと雪の女王2で、幼いアナの声を吹き替えています。多くの作品や CM に出演する、超売れっ子の子役となっています。業界で、新津さんの評価はとんでもないもので、劇団関係者からの評判では、一回教えるだけで、すぐにセリフを覚える。何より本番に強いと絶賛されていて、芦田愛菜さんに代わる子役の有望株として、期待を受けているほどだそうです。一体、どんな家庭で育ったのか。気になって、ご両親について調べてみると、新津さんの父親は、なんと、大ヒット映画、君の名はや、天気の子で国内外で知られる、新海誠監督だと言うではありませんか。知らない人は、ほぼいないのではないでしょうか。しかし、新津さんと名前が違うのは、てっきり、新津さんの方が、芸名を使ってるのかと思いきや、新海監督の本業が新津だというのです。実は、名前を新海にしたのには、ある事情があったからなんだとか。それは、新海監督の実家は、年商70億円のゼネコンの新津組で、父親は、その3代目の代表取締役社長だとか。1996年に、中央大学文学部、文学科を卒業した後、4代目として修行に入る予定でしたが、それを蹴ってゲーム会社に就職して、5年後に独立している新海さん。そんな経緯もあって、心機一転。名を変えたのかもしれません。2002年、初の劇場公開作、星の声は、監督、脚本、演出、作画、美術、編集など、ほとんど一人でこなした自主制作で、第1回新世紀東京国際アニメフェア21の公募部門で優秀賞を受賞したほか、多数の賞を獲得しています。言わずと知れた2016年、君の名はでは、興行収入は250億円を超えるメガヒットで、日本映画としては歴代2位の快挙を達成。3年後の2019年、天気の子では、第43回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を獲得。自身が執筆した原作本、小説「天気の子」は65万部を突破してベストセラー作家になっています。その独特の世界観で日本を代表する監督の一人で間違いない新海さん。それが新津さんの父親だというわけです。なんだ、親の七光かというのは。全くの見当違いで、新津さんは2017年映画「3月のライオン」にも父親のことを伏せてオーディションに合格。
クランクアップで、ようやく、新海監督が父親だということが、全員に告げられたそうですから、新津さんは、実力で役を勝ち取ってきたと言えます。さて、母親は現在44歳で、美坂千恵子さんとおっしゃって、普通の一般人かと思いきや、実は、筋金入りの女優さんでした。何が筋金入りかというと、中学時代から劇団で活動し、高校時代にはミュージカルにも参加して、早稲田大学第一文学部演劇映像専修に進学しています。それだけでも高学歴なのに、さらに2002年、東京大学大学院新領域創生科学研究科、環境学専攻の修士課程を修了。2007年、韓国の遠征大学で韓国語学堂を修了という、まさに才色兼備の美坂さん。そして、女優として、数々の映画や舞台で、活躍するきっかけとなったのが、2000年、北村隆平監督長編デビュー作の、バーサスでヒロイン役に抜擢され、一躍、名前を知られることに。その他にも、舞台や映画を中心に活躍して、2008年映画、ブリュレを初プロデュースし、鳴宮観音という名で作家としても活動。現在は、新海監督の下でサポートをしているそうです。新津千世さんの才能は間違いなく、ご両親からの DNA が開花したものだと思います。その演技力は、カムカムエヴリバディのオーディションでも、遺憾なく発揮されたのは、言うまでもありません。某情報によると、日向というキャラとのシンクロ性が、新津さんは特にずば抜けていたそうで、女優をやりたいという思いが、すごく強いと感じられたそうです。また、台本に書かれていることだけでなく、その場で起きた変化を瞬時に感じ取って、芝居を変化させていく才能がすごくて、日向の幼少期は新津さん以外に、考えられなかったそうです。日向として、初登場の時のセリフが、よさぬか、善良な民の糧を奪うとは、不届き至極、成敗いたす。と、少し肩を怒らせてのセリフ回しは、時代劇かぶれっぷりがよく表現されていて、可愛らしくもありましたね。二人の親友と、どんな乙女に成長していくのか、楽しみでなりません。そんな、日向の前に、一人の美少年が現れると、たちまち心を奪われる日向。その男の子は誰なのかというと、カムカムエヴリバディがドラマデビューの、河本丈二くん。小学3年生の現在9歳で、東京出身で身長145センチ。日本とイギリスのハーフで、動物の鳴き真似が得意なイケメン。役名はビリーというそうです。驚いたことに、なんと河本くんは、日本語、英語、フランス語の、トリリンガルボーイなんだとか。それだけでなく、まだ9歳にもかかわらず、地球環境への問題意識を持っていて、自発的に勉強会や情報発信を続けたことで、国連食糧農業機関が開催した、ワールドフードフォーラムで、地球を守る子供として、紹介されたこともあるそうです。現在は、環境問題を考える大切さを伝えるために、なんと本を書いているそうで、今年の夏の出版を目指しているそうです。その上、そのルックスは、誰が見ても可愛らしく、自然な演技の評価は国内にとどまらず、ハリウッドの関係者にも伝わっているほど、これからが期待される子役だと、評判になっているそうです。さて、日向とビリーの出会いは、できたばかりの渦政映画村で起こりますが、そのおかげで、日向が、ラジオ講座で英語を、必死に勉強することになるのだとか。おっと、ここまでにしておきましょう。しかし、侮れないこの二人の存在が、どんな変化をもたらすのか、楽しみでなりません。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？再び、英語とラジオというキーワードに、たどり着いたドラマの行方は、一体、どうなっていくのでしょうか。日向と、ビリーの演技に注目したいと思います。それではまた。
次回お会いしましょう。